どうもハンサムクロージーです。今日はですねオムライスを作りたいと思います。でも普通のオムライスじゃないんですよ。水玉模様のねオムライスっていうのを作りたいと思います。なんかね今流行っててインスタグラムとかでそういう写真がね上がってるみたいなんですよ。これを今日作りたいと思います。はい、じゃあレッツオムライス。久々にオムライス作るぞ。はい、というわけでオムライス作っていきたいと思います。もうすでにですねケチャップライスは作ってあります。はい、卵1個分と黄身1個分です。で、2個目の卵の白身だけ分けてあります。じゃあ焼きましょう。はい、普通に卵が焼けました。そしたらですねじゃじゃん、ペットボトルのキャップです。これを使っていきます。これでこう型をね抜いていくんですよね。感じでいいかな。あ、取れた。はい、こんな感じで。ペットボトルの蓋でですね、ギュッギュッと回して切り取りました。お箸で取れるので。はい、そしたらこの空いた穴のところに白身を注いでいきます。こんな感じかな。注いだらまた弱火で焼いていきます。はい、こんな感じになりました。なんかうまくいったのかなこれ。でも確かに水玉だよね。よし、これをご飯に乗っけます。はい、じゃじゃん、できました。水玉オムライスです。なんかこう若干毒キノコ感があるけどでもちょっと楽しいですね、見た目は。うん、よし、じゃあ食べましょう。というわけで完成いたしました。水玉オムライスです。うわー、これちょっと僕ねインスタグラムとかで写真を見た時はすごい可愛いなと思ったんですけど、ちょっと自分で作ると若干不気味ですね。っていうかやっぱああいうところに写真を上げてる人のテクニックは半端じゃないですね。もこんなんじゃないもっと綺麗だと思う。さすがだな。でもまあいただきましょう。久しぶりにオムライス作ったし。よいしょよいしょ。味はね問題ないと思うんで、いただきます。でケチャップ塗っちゃうとこれなんか台無しですね。うん、うん、美味しい。白身だからどうってこともないですね、味は。ただねこれ結構卵をよく焼かないといけないので、っていうか結果的に卵をよく焼いてしまうことになるので、トロトロ感がないのはちょっと残念。結構固めの卵焼きになっちゃいますね。でも美味しい。お腹空いてるからかな。すごく美味しいよ。ごちそうさまでした。あ、美味しかった、まあ、卵は、まあ、見た目は可愛かったですけど、味はね、まあ、普通の卵です、もちろん。あとね、まあそれ卵とは関係ないですけど、今日はチキンライスじゃなくてベーコンを使ってですね、サラダ油を敷かないでベーコンの油だけで玉ねぎを炒めてこうケチャップライス作ったんですけど、美味しいですね。すごい美味しかった。ベーコンがすごい美味しかった。ベーコン美味しいんだよな。うん、というわけで寝取り笑いの水玉オムライス作ってみました。簡単にこうちょっと可愛い感じのものが作れるんで、まあなんだろう、お弁当いいかもしれないですね。白い丸のところにケチャップでこう絵描いたりしてる人もいました。ちょっと今家にあるケチャップがね水っぽいケチャップなんで、うまく描けそうもなかったんでやらなかったですけど、そういえばねなんかパンダの絵描いたりとかね、まあ、海苔とか使ってこう可愛くね絵描いたりとかもできるんじゃないですかね。うん、美味しかった。オムライス美味しいな。簡単ですので、よかったら皆様も挑戦してみてはいかがでしょうか。以上、ハンサムクロージーでした。バイバイ。